一川段十郎。十一代目。一川段十郎。十一代目。一川段十郎。1909年。明治42年1月6日から1965年。昭和40年11月10日は、日本の歌舞伎役者。本名は、堀越春夫。野号は、成田屋。縄文は三章。替え門は、行用牡丹。拝背名は、甲粒。海老蔵時代。 花のエビ様として、空前のブームを巻き起こした美貌で知られ、品格ある風刺、花のある芸風、皇帝問わずよく響く美声などを売り物とした、戦後歌舞伎を代表する花形役者の一人。東京府東京市日本橋区、現、中央区日本橋に、七代目、松本幸四郎の長男として生まれる。誕生時の本名は、藤間春を。 三人兄弟で、自邸の淳二郎は後に八代目、松本幸志郎、初代、白王、末程の豊は後に二代目、尾上昭六となって、それぞれ名優に成長する。1915年、大正四年1月、帝国劇場、山卜の街道丸にて、六歳で、松本金太郎を名乗り初舞台を踏む、行政学園所東部に入学。 1916年、大正5年3月、8歳の時に、母、年枝が29歳の若さで急成。翌年、父、孔志郎は5歳をめとるが、その5歳も1年足らずで病死した。1921年、大正10年、近所中学校へ入学したが、芸道優先のため中学2年時に、中途退学。1925年、大正14年、 四代目、坂東玉三郎、あとの十四代目森高井いよいよらと共に、つぼみ座という研究劇団を旗揚げ、数回公演を行う。1929年、昭和四年四月、帝国劇場、現地エボシ寄りの牛若丸にて、九代目、市川駒蔵を襲名。翌五月、肺結核にかかり、囲碁か倉にて四年間の療養生活を送る。 舞台復帰後、1936年、昭和11年から、東方劇団に参加。1939年、昭和14年、30歳の時に、東方劇団を離れ、小竹へ復帰。父の師匠である9代目、市川段十郎の娘婿、市川宗家の市川みます。10代目、市川段十郎に臨まれ、翌1940年。 昭和15年4月に、市川宗家、堀越屋へ正式に養子に入った。5月、歌舞伎18番のうち、ウイラウのウイロウリ実は、蘇我五郎にて、9代目、市川海老蔵を襲名。この頃から、花の立花屋と評された15代目、市村宇左衛門に似た美貌で将来を、植望されるようになる。1944年、昭和19年1月。 招集により入隊予定であったが、チフスに罹患し3ヶ月入院する。翌1945年、昭和20年1月2月、各地で、異問巡業を行う。戦後の1946年、昭和21年6月、六代目、小野駅久五郎に推挙され、東京劇場で上演された、女六遊園江戸桜で、初役の助六を務めて、大評判を呼ぶ。 同年8月、長男、夏男、十二代目男十郎が誕生。1951年、昭和26年、源氏物語、船橋聖一役の光君を演じ、美貌と憂いを備えた、光源氏役で、記録的な大入りとなった。翌年の、若き日の信長、おさらぎ次郎作の信長などで芸を開花させて気を、確立する。 エビザマの愛称で親しまれ、空前のエビ蔵ブームを巻き起こし、戦後の歌舞伎の人気停滞を救うきっかけとなった。スケロク、ヒ信長などの役は晩年まで幾度も務める当たり役となったが、他にも、肝心町の徳カ左衛門、モン、天員墳上の初花、高知山の片岡の青次郎や高知山宗春、与花市上浮きな横串、切られ、与蔵の与三郎、 青男を花くれない際が、白波五人男の弁天構造、大見源氏先人館、森綱陣屋の佐々木森綱、藤十郎の恋の初代、坂田藤十郎などを当たり役した。当時、相手役を務めたのは六代目、中村歌右衛門や七代目、小野枝一などで、その華麗で品格のある舞台は、今でも、語り草となっている。おさらぎ二郎の新歌舞伎には、 若き日の信長の信長の他にも、月山殿始末の岡崎信康、江戸の湯場への爆心、本田古六、魔界の道真の藤原時平など、海老蔵のために特に書いた作品が多く、海老蔵とおさらぎは、かつての、商談継ぎと木網や、左談寺と軌道のような提携関係にあった。しかし、それも1960年に、海老蔵が、大仏炎上の平重平を突然、 自体して、同作を、上演中止に追い込むという一文弱があって、解消となる。ただし、エビゾウは、時折、突然の救援をすることで知られた気難しい役者で、この一件も、喧嘩別れといったものではなかった。おさらぎは後年、ことあるごとに、男十郎が生きていればなあと個人をしのいたことが、伝えられている。一方、映画への出演は、ほとんどなく、 おさらぎの新歌舞伎を映画化した江戸の夕梅で舞台と同じ役を演じたのと船橋誠一が東京新聞に連載した小説を映画化した江島治島で歌舞伎役者生島慎吾郎を演じ劇中劇でスケロクを披露したこれがエビゾにとって生涯ただ二度の映画主演となった1956年昭和31年2月 養父の市川美ますが死去。エビゾは葬儀で三章に十代目、市川團十郎を名跡追贈した。1960年、昭和35年10月、歌舞伎座、白野で初めて洋物の舞台に出演。弟の小六が主役の白野を演じ、エビゾは白野の恋がたき、と吉ッ伯爵を務めた。その6年後の1962年、 昭和37年4月、肝心町の武蔵坊弁慶、助六え園江戸桜の助六にて、待望の十一代目男十郎を襲名。59年ぶりに、大名跡が復活した。肝心町では得意の溶かしに加えて、武蔵坊弁慶にも取り組むなど、お家芸の継承に努める意欲を見せた。この襲名工業は、 一億円の襲名と言われ、低迷気味であった歌舞伎人気に再度火をつける役目を果たした。襲名後は演出家としても意欲的に活動し、1963年昭和38年4月、歌舞伎座修学院物語で初演出。5月には脚本を手掛けた飛び油揚げ物語を歌舞伎座で上演した。しかし、 団十郎襲名からわずか三年半後の1965年、昭和40年11月10日、遺願で死去。市川団十郎家は九代目より、神道、神宗教信者であるため、11代目団十郎には、玉垣道春彦命、玉垣道春彦の御事の死亡が与えられた。同年7月28日、歌舞伎座で行われた。 日本演劇協会演劇人祭でのスケロクの巣踊りが最後の舞台とな。團十郎本人には最後まで自身が遺願、それも末期願だったということは伝えられず、死の一月前の記者会見では来年、1966年の正月からまた舞台に立つとコメントしていたほどである。没後24人に除され、君三刀随法匠が追贈された。破壊死には、 十四位、君山島と掘られている。男十郎時代が短かったこともあり、十一代目、男十郎は今日でも、九代目エビ像、エビ様の名のもとに語られることが多い。戦後歌舞伎の花として知られる十一代目、男十郎だが、実は、戦前の評判は、決して良くなく、大孤と評されることも多かった。特に戦前の彼は、性格的に打ち気ながら、 なおかつ感触持ちという扱いにくい青年役者であり、御蔵師としての高い教授になかなか芸が追いつかない感があった。それ以上に所属していた東方劇団自体も低調で、父、七代目、高四郎の老いにあたる旗とよ吉は、その頃の彼を次のように改装する。しかし、戦後間もない百四十六年、昭和十一年、女六遊園江戸桜で初めて、 スケクを演じて大評判を取った時期から周囲も驚くほどに役者っぷりが良くなり人気が急上昇した。築地の魚市場や寿司屋、天ぷら屋ではエビが売れなくなりエビ様に悪いからとエビゾービーキの女性客がのきなみエビたちする現象が起きた。このような話を新聞が競って記事にするくらいエビ様の人気は戦後の歌舞伎界で空前絶後の出来事だった。 また、歌舞伎座売店では、全体の3分の1から、半分の、明治座売店は5割から6割の売り上げがエビ像に、ちなんだ土産物で、歌舞伎座前にあったブロマイドを取り扱う店では、他の役者のブロマイドが10日で売り尽くされるとすると、エビ像のそれは3日で、売り切れ、購入者の99%が20代女性だと、伝えられているほどであった。ファンの声や七代目、小野子は、 エビ二十五代目、ウザエモンの夢を追う人が多いと評していた。一方、七代目、オーヤトモエモは十五代目ウザエモンに似ている言う声を踏まえつつ、先人の作り上げた巨大な壁を突き破って、先人とは別ないい役者であると言えるでしょうと評している。ファンや役者仲間以外でも、例えば劇評家界隈では、安藤鶴を、といった、などもおなべて高評価を与え、 関西歌舞伎を率いていた、竹地哲司は、エビ像を僕が酷評するであろうという期待されているかもしれないが、実は僕は、金太郎時代からエビ像のファンと前置きし、技術的な欠陥があるものの、そこを、むしろ美に変化させる魅力を持つ役者として、少し遅れて、戦略ブームを巻き起こす二代目、中村戦略並び評価している。芸風は二枚目の立ち役で、歴代、 団十郎の中では八代目と似ていた。家の芸の歌舞伎十八番でも、柔らか味のある、スケロク、毛抜き、ナる髪を好んで演じたが、荒ごとの、しばらく、矢のネや、陰影のある、過激をなどは演じなかった。しかし団十郎襲名後は、肝心長の弁慶を果敢に演じるなど、自身のイメージとは、対照的な役柄にも挑むようになった。頑固で面、神経質。 かつ感触持ちという性格であった。弟の初代白王は十一代目、團十郎の死の直後、もともと敵がない人だったのに、近頃は自分から求めて敵を作っていたと実戒し、末帝の二代目小六は舞台に見られるような大きさと力強さでゆっくりと押し進めれば実現できたことも、神経質な性質のために実現できず終わったことは残念と振り返っている。 活躍を務める工業の初日を突然休んだり、チップ、七代目、高子郎の追善工業にも突然救援を申し出て、大騒ぎになったりするなど、芸が開花してからも周囲が扱いにくい性格は、修正変わることはなかったという。こうした場合、いつも、仲裁役は、弟の二代目、小野江小六が務めていた。そのため、 電話越しに小6としょっちゅう口喧嘩ばかりしていたことを、後に、長男、十二代目、男十郎は十回している。十一代目、男十郎の、こういった行動は、心の中では、緻密に熟行するものの、その過程を口に出さず、結論のみを発言してしまうために起こったものらしい。騒動を起こした原因について、そのほとんどが十分に納得できるものだった、と、明らかになったのは、 彼の死後のことだった。市川宗家としての責任を感じ、もっと男十郎の名前を大きいものにしたいという考えから誤解を生んでしまう結果となったことは否めない。人間関係に対しては生涯不器用さが付きまとった。気難しい性格であったが、外では気真面目で礼儀正しく、恩和でおとなしかった。幼少期には、おじぎの金ちゃんと呼ばれるほどいろな役者に頭を、 下げ続けた逸話がある。また、エビゾーブームの際、楽屋に溢れ返る若い女性たちに公平に愛嬌を振りまいた。男十郎襲名後の講演会で会長を務めた、萩原義太郎は、礼儀正しい人柄、男十郎の真面目な性格を思い出て、会長をお引き受けした三代目、河原崎ゴン十郎は、貴重面な人柄とよく言われるが、私にとっては、 恩は優しい人などと述べている。子息、夏男が十二代目男十郎を襲名した1985年、その工場に列座した役者仲間は皆揃って、先代のお兄様、おじ様は、と十一代目との思い出を振り返り、その功績を称え、忍んだ。1935年、昭和十年に結婚。数を設けたが、その息子が溶接する悲劇に見舞われた。 後に夫人とも離婚。戦後の一時は五代目、片岡露縁が女房のように仕えていたとも報じられた。1953年、昭和28年9月、駒沢時代より長く尽くしてくれて8歳年下の、千代と再婚。千代夫人との間に、長男、夏男、十二代目男十郎、長女、春代、二代目、市川勾配の一男、和めを設ける。入籍。 実施疲労は夏尾が生まれてから七年後のことであった。千代夫人が十七歳の時に松本幸四郎家に奉公に入ってからの縁であり、駒沢時代に肺結核で療養中に献身的に使えた。その後、市川宗家、堀越屋に養子入りの際に一緒に堀越家へ行き、同居し始めたという。結婚に際しては家柄や格式に関わる利縁にあって、 当時としては一種のスキャンダルとして捉えられ、猛反対を受ける。しかし役者を辞してでも結婚したいという男十郎の誠実さに打たれた、エビゾウジの講演会長、前田清尊が、千代夫人を一旦幼女にしてから結婚させるという、話が持ち上がった。しかし、前田清尊は、男十郎の死後、このエピソードを誤りだと述べ、男十郎が、市川宗家に、養子入りの際、 一緒に、堀越家へ行ったことから、千代夫人は、劣気とした両家の子女である、結婚の際は参照子とも、相談の上、祝福され美しく結婚されたと反論している。私生活では、女性関係の噂も全くなく、小煩悩な良き家庭人であった。好評前であったため、夜に夏尾の手を引いて三輪車を買いに来たり、当時発売されたばかりの家庭用8ミリカメラや1、 ガンレフからを買い求め、休みの日などに子供たちをフィルムに収めスナップを手作りするなどしていた。また、ダンジュロウは釣りが趣味であったため、夏を十二代目ダンジュロウはたびたび連れて行かれたという。感触持ちであったため茶舞台をひっくり返すことも稀にあったというが、長男の十二代目ダンジュロウは、僕は父が好きで、父に甘えたいという気持ちがいつもあったと回想している。 また、よく家族で旅行へ行ったり、死の前年には、夫婦で、欧州旅行に行っている、夏になると、アロハシャツで、海水浴に出かけたり、自動車やスクーターを自ら運転して、歌舞伎座に出勤するなど、ハイカラな役者でもあった。孫の十一代目、市川海老蔵は、生前に会うことはなかったが、少年時代の一時期、厳しい稽古に反発を繰り返していた折に、 立ち直ったきっかけとなったのが、生前の祖父、十一代目、ダンジューローのフィルムを見たことであった。十一代目、エビゾーはフィルムに映る祖父の勇士と芸の美しさに感銘を受け、人生で初めて惚れた男が祖父でしたと後に語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。